オール巨人師匠の公開オーディション、弟子のね。行った行ったんですよ。で、ほんで、合格したんですよ。うん。だから弟子に入るはずやったんですよ。だから、いや、でね、半年間、オール巨人門下っていうことで、やってたんですけど、うん、半年で辞めまして。辞めたで、もう。僕、巨人師匠大好きだったんですけど、うん、どうもね、弟子の仕事があんまりうまい具合にこなせないんですよ。どんな仕事が向いてなかったの？あのね、例えばゴルフ場についていくじゃないですか。ついていく。そうすると、まあ、巨人師匠はすぐ、他の方といらっしゃってるから、はいはいはい、まあ、すぐ出なきゃいけないですよね。はいはいはい、だから、着替えを、じゃあ、よろしく、これ軽くかけといてって、頼まれるんですけど、うん、ただ僕も巨人師匠のところに早く行かなきゃと思うから、巨人師匠に見られるわけないと思って、うん、T シャツとか、ボーンと。しようや、いかんと。いかんと。そういうとこやな。とりあえず、ずっとほっといてな。あ、これちょっと頼むでーって言って、はい、はい、行って、向こう行った。って言ったらもう、ばっ。はいはいはい。でも今、弟子としてはやっぱりすぐ行かんとあかんって気持ちあるから。バレんの、それを。バレますね、すぐ。だから鍵僕持ってるから、コース回り終わったら僕が先に帰って、開けて、かけとけばいいと思うんですけど、ちょっとしかね、たまたま巨人師匠がちょっと鍵貸せとかいうタイミングで、ぐちゃぐちゃの T シャツ。巨人師匠怒るよ。巨人師匠が、まあ、なんやこれって言うから、あれ落ちてるって。ちょっともうバレてんじゃないの、ほんとも。弟子向いてない。Thank you.
弘之オール巨人との6ヶ月、この数字は一体何、弟子をしていた期間、時に巨人師匠の弟子を半年ほどさせていただきました。まあとにかく失敗ばかりで何をやっても怒られていて怖いというイメージしか残っておらず、今でも目を合わせることができません。あの時はすいませんでした、6ヶ月やったからあんな感じなんです今。ちょっとテレビ番組の企画でその偉大なる巨人師匠のその弟子を募集っていうのがあって、そこで合格したんです。これ読めるテレビやんな、俺それオンエア見てたもん。それで、まあ、弟子についてですね、その時合格者2人出たんですけども、弟子ついて1週間でもう一人の弟子とちょっと喧嘩になっちゃったんですよ。君が、はい、あのちょっとあのまあ弟子の中の暗黙の了解で、あのお昼ご飯は師匠からお金いただいてるんで、1000円以内に済ませるっていうのがあるんですけども、そういうのをもう一人の弟子が1080円の定食を頼んで、それで80円は自分で払えばいいだろって名前記録ったんです。それ許せなくて大喧嘩になって殴り合いになっちゃったんです。なるほど。それでもさすがに言い訳できないし隠せないので巨人師匠のところに、こういうことがありました。でも喧嘩の原因は全然しなかった。はい、それやってちゃんと言うてくれたらね、はい、でも殴るのは悪いから僕はもう暴力のそういう人間はいらんと言って、はい、だから半年間謹慎してこいと、はい、なるほど、うん、そうすると先輩からいつまで経ってもそれは許してもらえないぞということで、まあ坊主にして毎日巨人師匠がいる現場に行って謝りに行ってこいというふうに言われたんですけど、それで坊主にして巨人師匠の現場に行ったら、お前何坊主にしようねんと、あらお前が勝手に坊主にしたら俺が指示したようなもんある、はい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 、それでまたすっごい怒られまして、それでその何日か後にはなんか教もう一人の弟子は遅刻したんで坊主にしてこいって坊主にしてるで、巨人師匠のお宅に行ったら、あの息子さんまで坊主になってて、バスケ部の練習をサボったから坊主にしろって言われたっていう。だから巨人師匠のお宅に行くと若い連中がみんな坊主で、なんかちょっと少年院みたいな感じになって、一生懸命やってたんですけど、巨人師匠に最終的には俺に対する愛が感じられない。やっぱりね、弟子は師匠のために死ねなあかんな、はい、それぐらいの気持ちでいとこな、はい、と思いますよ僕はね。いやまあ僕もテレビでヒッチハイクを見てね、はい、あえらい遠くまで逃げたな。有吉今日はもうええ機会やし、あの、あだ名つけた方がいいよ。何でしたあだ名をね、今日は発表しましょう。はい、はい、なんだろう、これ楽屋の厄介者です。オール巨人師匠の弟子についてる時にちょっと失態を犯してしまいましてね。まだ若かりし頃勝手に坊主頭にして毎日放送まで謝りに行ったら、あ、そうなんですか、勝手に坊主にするなアホって決着られましたけど、ね、わしがやったって思われるやろ。ああ、まさに勝手なことしちゃダメだ。そんなことするんだ、師匠譲りです僕だから、はい、やっと巨人師匠の気持ちが分かりました。今日20年の時を経てね、はい、あら、ああ巨人師匠の気持ちがやっと分かったな。今日記念日だ。当時巨人師匠42歳、私今41歳、はい、やっと、はい、やっとね、あ、同じようになってきたな、大人になりましたよ。本当ですね、僕のまあだから自分より下の人間が勝手な行動をして腹を立ちましたよ、うん、あの時のことがあるから僕は山野のケツを蹴ることはなかったですよ。なるほど、そこはグッとこらえて、グッとこらえましたけどね、はい、あの時はやっぱ分からなかったですか。分からなかったね、はい、僕未だに分かってないです。お前、お前あの時の有吉さんと同じで、坊ちゃんが18歳なんです。18歳の時の俺と一緒だけど、はい、お前36なんで前だ、まあいいですね、はい、しかもあの時俺反省の意を示したんだよ、うん、お前ただ俺を笑わせようとして、はい、俺でもうね、光るわけですから、はいはいはい、困ったもんね、困ったらね。ラジオの北京ミニ、有吉さん、この世で一番進撃されたくない巨人こと、オール巨人師匠が関西で放送されている、鳴海岡村のすぎる TV の師匠散歩というコーナーに出演をしていました。うんうん、本来このコーナーは師匠たちが散歩をしている様子を紹介する、ほのぼのとしたコーナーなのですが、うん、巨人師匠は足首に1キロの重りを装着すると、猛烈な速さで歩き始め、風景や街の人たちと一切触れ合うこともなく、坂道を選んでガンガン歩き、自宅に帰る
ると地下にあるトレーニングルームでひたすら汗を流し、最後はダイエットコーラに牛乳を混ぜ一気飲みしてました。巨人賞超えよ、一ノ城隆かよ、 K1 出たら優勝しようじゃねえかよ。有吉さん、改めて言わせてください、巨人賞の弟子をクビになって本当におめでとうございます。わかる、すごいですね。俺18歳の時に巨人賞のトレーニングを見てる時にさ、うん、有吉一回ちょっとバーベル上げてみろっつって、うん、80キロのバーベルやらされて上がんなかったの。非力だから。それでも運動やってたんだね、柔道やってさ、やってそんなに力がないわけじゃないんだけどさ、80キロのベンチプレス上がんなかったらさ、やっぱりな、おもんないな。あかんねや、だからって言われた。笑っちゃったよ。すいません。その後ゴルフ打ちっぱなし行って力見せてやろうと思ってバーンと振ったらドライバー折って怒られたの。バカ力がよって加減知らねえのか。昔だからまだもう今より元気なわけですよね。巨人賞、巨人賞当時42歳だからね、俺と変わんないぐらいで今の。そりゃ俺のやばい、40で俺18歳の子を弟子つけたらボロカス言うよそりゃ。巨人賞俺優しかったと思うやっぱり俺に。そっか、今のアニオさんに18歳の弟子が。そうよ、俺はもうそんなもんだって、もう口も聞かないしさ、そんなところ連れていかない。やっぱ巨人師匠優しいんだなと思うもん、そういう時。自分の立場になってみると。そっか。すげえ向き合ってくれてたなと思うよ、やっぱり。普通だから18歳のやつ。普通だったら俺無視だもん、18歳の弟子。弟子なのに。いや、それ、それ取るなよ。ダメで取っちゃう。